1週前2週前でもう結構やってるんで、直前はもう単走でブリンカーも取ってサッと流す程度でよかったんですけど、それでもかなり動いてしまって、今までちょっともさっとしてるところあったんですけど、それがしっかりとできてきたなと思います。10馬身差が、どれだけ中央の馬に近づいているのかというのを見たいですね。前走終わってから130日ぐらいあるんですけども、勝つとしてはね、そこそここなしてきてますし、今日もちょっと、昨日来のずっとの雨でね、決して馬場コンディションは良くないとは思うんですけども、ラスト1ヤーハノンは、13秒来てくれたんで、直前の追い切りにしては申し分ないのかなと。今回は武君が乗ることになったんですけども、武君ももうずっと同じレース乗って、この馬の良さとかね、そういうものは熟知してるとは思いますんでね、心配はしてませんですけど。来週の水曜日競馬なんで、今日金曜日、岩田ジョッキーのして、合わせ馬でシーウッドでね、追い切って、状態も良かったしね、動きも良かったんで、予定通り、予想通り馬が上昇で、レースに向かえるとは思います。今回の大井の方が、全能力発揮できるし、ローマにとっては走りやすいコースであるのは確かですから、ここを目標にとは思ってましたけど、きっちり勝負にいってますんで、皆さん応援よろしくお願いします。一回リフレッシュのために短期放牧出まして、でそこから1週間後に戻ってきて厩舎で調整したっていう形です。先週の追い切りの最後はちょっとね、甘くなってたんで、今日上がり重点で最後はしっかりやっときたいなと思いましたので、3ハロン過ぎて残り1ハロンまではね、楽に来れたんで、この馬にしては調教も動いた方だと思うんでね、 G1 大井でね、勝たせていただいてるんで、その時の再現がうまくできればいいかなとは思うんですけれども、休み明けで前走平安ステークスと2回使って、でさらにね、馬もすがるく動けるようになってると思いますし、上積みは大きいと思います。点から飛ばす必要ないなと思って、点は本当馬の楽なペースで行かせてあげて、でしまい重点でしまいしっかり折ったんですけど、本当反応も良かったですし、競馬で見せるね、打ってこう姿勢高くなるようなそういう素振りもなかったですし、本当仕上がりというかね、最終調整としては十分な満足のいくものができました。去年のチャンピオンホースですし、その前哨戦もね、しっかりと勝ってチャンピオンに恥じないレースができるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。